はいどうもー、チンチンでーす。あ、違うわ、コーチンでーす。リア隊の打率1割2割の方、打てなくて悔しい思いしてるよね。わかりますよ。自分も1年ぐらいそんな時期あったから。これ皆さん朗報ですよ。1個意識変えるだけで打率めちゃくちゃ上がるかもよ。今から説明していきます。日々バッティング講座動画とかランキングボーダー予想動画とか出してますんで、よかったらねチャンネル登録お願いします。その意識とは何か先に言います。ツーシームを打とうとするな、これです。それどういうことかというと、今ね打撃練習でストレートツーシームだけの練習をしてます。これね悪い例です。見てください、ツーシームを打とうとしてちょっと遅れちゃうんですね。ツーシームってクイって曲がってくるじゃないですか。こんな感じでミートさせようと思ってこうずらしてる間にちょっとタイミング遅れてしまうんですよね。この詰まるバッティングが一番ダメなんですよね。絶対これやってたら打率上がってこないんで。実際自分も1年ぐらいこのツーシームをこうやって詰まってしまうというのが続いてたんで、打率がずっと1割でした。で、ある日自分はもうツーシーム打たれへんから、もうツーシームなんか打たんでええわって思ったんですよね。もう完全にツーシーム捨てて、もうストレート思いっきり引っ張ったんねんっていうね、この意識がいい方向に転がっていったんです。そのツーシームを捨てた日に実は打率が1割から3割、これ1日で上がったんです。まあその時のね様子動画に収めてますんで、これよかったらまた見といてください。でこれね、今バッティング練習、これストレートのタイミングに合わせて思いっきり引っ張ってるっていう感じなんです。ツーシームも来ますけど、もうツーシームなんか打とうとしてないんです。これもうあくまでもストレート狙い、絶対ストレートを引っ張ったる詰まらせないっていうね意識で練習してます。じゃあツーシーム来たらあかんやん、打たれへんやんって思うでしょ。実はそんなことなくて、ツーシームが来たとしてもストレートのタイミングでさえ振ってればヒットになったりします。特に合わせようという考えはないのに。これも実際に合わせようと思って合わせてるわけではないんです。詰まってしまう方は一旦そのカーソルを合わせようっていうねことを考えるのやめてください。あくまでもツーシームだったとしてもストレートのタイミングで引っ張る、もうこれだけです。いろいろ考えてたらやっぱ遅れてしまうじゃないですか。もうシンプルにいきましょう。もうストレート思いっきり引っ張る、もうこの意識のみ。じゃあちょっとね1試合やってきますんでご覧ください。むちゃくちゃ強そうなん来たかな。まあちょっと胸借りさせてもらおう。相手投手由伸さんね、ツーシーム待たないよ、あくまでもストレート待ち。仮にツーシームが来たとしても合わそうっていう気持ちはなくす、とりあえずインコースの直球系はこうやって引っ張る。今のツーシームやったけども特に合わせようとはしてなかった。インコースの球はこうやって今のは合わせにいった、今のは合わせにいったからこうやって遅れたんです。 YouTube とかでも6割とかの人がね、猛者がねバッティング講座とかしてるじゃないですか。確かにねすごい技術とか考え方を伝えてくれるんですけども、いかんせん自分不器用なもんなんでね、なかなかその教えを実行してもねうまくならなかったんですよ。じゃあもうストレートを引っ張るっていうことだけ考えようと、これねこれですよ。なんか変に合わせようとかそういう小細工を一切捨て去りました。とりあえずタイミングだけ合わしとけ的なね。これも適当に振ってます。結構プロスピってカーソルにオートロック機能ってあるんですよ。だから結構アバウトに振っても芯に当たるときは当たるんです。まずはね外来てもこうやって引っ張る。まあ今のはほんま流したいんですけどね、1割2割っていう方はねやっぱりねカーソルを合わせに行ってるから遅れてしまうんですよね。これも初めのうちは思いっきり引っ張って大丈夫、変に流そうっていうねそういう意識は捨てましょう。もうバッティングはもうごくごくシンプルに考えてください。もうインコースに来たらバチって引っ張る、もうこれだけ意識は。もうカーソルあってなかろうが全然大丈夫。もう自分の場合はもうピッチャーが足を上げて 1-2-3 で振りに行くだけ。スプリットが来たらもう空振りしてしまうなとか、そんなん余計なことはもう一切考えない。とにかくもうストレートに絶対詰まらないぞっていうその意識優先で、ええがなええがな、もう点はもう取れるだけ取ろう。もう相手モサやからね。ちなみに自分はもう山本由伸大嫌いですけど、もうそんな関係ない。もうあと1点でコールドラインやから、なんとしてでもこのランナーは返したい。もう相手モサやから何点あってもいいですからね。だからといって硬くならない、もうシンプルにもう来た球をもう引っ張るっていう、それだけを考えてね。うわきわきわやなこれ、ナイスボールやな。ちょっと慎重に来てるんかな相手は。でもねこれ空振りするとかっていうのを恐れない、もう全然ガンガン空振りしていいと思う。ちなみに俺三振率すごいからね、もう打率4割ある人の中で俺一番三振してるんちゃうかっていうぐらい三振してますからね。これ詰まったね、ちょっと合わせに行ったんよ今の。赤ミスター、ミスったもモサ相手にこれはもう絶対やったらあかん。いやもうピッチングはほんまに慎重に行こう。これリードしてんねんから、もったいないもったいない。これよ、いやモサ打つ、これ外コバ見えてるパターンのやつかな。いやー見えてるんかこれ、打つぞ、めっちゃ打つぞこのモサ。この真ん中のちっちゃい方も打つね。この球結構強いねんけど、いやマジで打つな。でもまだ俺引っ張るで。
コバさんまだ引っ張るから。さあどうや、オッケー、やっとワンアウト。今のちょっとこれね危なかったけども、やっとワンアウト。うわこれもう打つんやけど、俺もう変えるピッチャー実はおらんのよね。ほんまに変えるピッチャーおらんの。オッケーオッケーオッケー、こうやって打ち損じてくれるのを待つだけやな。いやまたやってるけど、オッケーラッキーやわこれ。いやまあなんとか6点でね、いや6点取られすぎやこれ。まあまあ2点差や、まだ分からんぞ。オッケーナイス、嫌いな真ん中も打てた。オッケーラッキー。さあランナー返したいよ。ガチガチに力んどるがな。まあしゃあない、これランナー返れるんちゃう。いかんのかい、いかんのかい今の。来た甘いストレート、これはきっちり引っ張っていこう。まあ引っ張りきれてないけどな今の。うわービエラ来た、めっちゃ強いよねこれ。まあこのビエラもね、変にツーシームを合わせようとしない。こんな風に合わせようとしたらこうなる、あかん。さあ初球大事、オッケー、なんとか追いついたこれ。あと1点あと1点あと1点、あかんあかん。なんとかなんとかしのげ、なんとかしのげ。ファーストゲッツ、いやーラッキー、オッケー。なんとしてでも同点で終わらしたい、もう延長行こう。さあこれを勝ち上げろ。いや引っ張る、いやファースト無理か今の。いや知らんふりしてるやんファースト。これ宮西さんタイピンつかんかったら敬遠やな。オッケー敬遠、もう絶対絶命、次タイピンつかんかったら終わってまうからな。なんとかタイピンついたね、もうこれはもう勝負しかないんで。シンカーをね有効的に使いたいんよね。でこのでかい方はもうボールでいいよ、ボールでいいよ。でも入ってまうなそれ、危ねって。慎重に行こう。このシンカーをね結構重さでもう打ち損じてくれんのよ。オーケー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 、空振りはびっくりしたな。打ち損じてほしかったけどね、こっからゆっくり行こう。でもこっからゆっくり料理していこう。オーケーナイスボール、ナイスボール、いいよ。ストライクいらんよ、もうマジでストライクいらんよ。ボールでいいよ、ボールでいいよ。いやー見るなー、すごいなー、選球眼いいよねやっぱりこの猛者。いやいやすごいな、これもボールでいいよ、振ってくれ。よしショート、慎重に坂本さん、慎重に、オッケーナイス、なんとかしのいだ。あれなんかエラーしてるやん、あのファーストのやつか。これ先頭大丈夫、もうまっすぐを引っ張る、もう意識はもうこれだけ、もうまっすぐを引っ張る、1、2の3で。これいやーあかんか今のボールか。外の球をそうやってうまいこと打とうとせんでいい、そんなんいらん俺下手やから。何でもええからもうランナー返したい、もう2点は最低欲しい。いやこれボールか、ちょっと惜しいな今、惜しいな。まあでも追い込まれたけど、三振恐れたらダメなんよ、ここ三振恐れたらダメよ。もう三振してもいい、もうそんな軽い気持ちでいこう、ラフな気持ちで。さあ来い、ドンと構えろ。よしよし抜けた、2人2点入った、 OK。 直球系は引っ張る、帰ってこい、無理か無理か、いや無理やな、直球は引っ張る、これ抜けた、 OK。 なんとか3点差ね、了解。あー松井裕樹ね、この松井裕樹も一緒、もうストレートに振り遅れない、もうシンプルにいきます。さあこれ敬遠か。さあここで満塁で落合さん、さっきのエラー取り戻そうよ、一発いこう。いやあかんか、まあでも1点入ったか、 OK。 10点目、いやー抜けへんな抜けへんな、まあしゃあない、4点入ったからね、勝とう。お、でも可愛いなこれ、めちゃくちゃ可愛い。あかんもん、俺またやってるわ、もう何してんねんほんまに。あーあーあーあああ、なんとかこれ守ろう、これもう2点 OK やから。いや取って取ってよ今の、甘めのストレートをここにドンや、どやねん。よし OK、 待ってないよねそれ、いいよ。さあ木を照らってもう一度ストレート、ごめん調子乗った、そら打つわ。いやでももう一度ストレート。オッケー、あと1個。いやでも同点かこれ、どうなんどうなん。いやあ終わった。終わった、ごめんストレート最後投げすぎやって俺。いやもうほんまに配球下手やな俺。ってことで今日はね打率1割2割で苦しんでる方のための動画になるんかな。まあ3割とかでもいいんか。でもストレートに詰まってしまう、ツーシームに詰まってしまうっていう方は一度頭の中をシンプルにしていただいてね、バッティングをシンプルに考えていただくね、これが非常に大事だと思います。とりあえずはストレート待ちでいいんじゃないですか、一回これ試してみてください。まああとは試合をこなすのみですね。もうそれでちょっとずつちょっとずつバッティングで向上していくと思うんでね、え皆さん、4割5割6割ねえ諦めずに頑張っていきましょう。そうって言った最後、最後そうって言った。本日もご視聴ありがとうございました。